食タイム。待ってました。今日は牛タンマクドーシルコでございます。はい、はい、なんか温まるんですよね。温まる、どういうこと。あ、もう温まる。紐を引いてくだけ。あ、もう引いてくれた。あ、引いてくれた。ありがとうございます。どうぞ。おいしい、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 ご飯で、うん、いただきます。うん、柔らかい。どうですか、牛タンらしからぬ。じゃあ、いただきます。どうすか、お味。うん、うん、失格だね。え、口の中に物入れたまま喋っている。これからそういう仕事あるの、うん、どうすか、どうすか、ものすか。おいしい、うん、キムさん、どう、食レポ。0点だね。こんなおいしい牛タン食べたことない。ちょっと今、誰風。アニメ声風。アシキ風。アシキユーちゃん風。白川ゆきな風です。とめちゃんずっと無言なんですよ。ね、なんか閉めてよ、もう。え、閉めるんですか。うん、牛タンね、個人的にそのあんま食べたことがないんですけど、美味しいもんですね。はい、じゃあ、わかった。牛タンとかけまして、はい、赤信号と解く。はい、はい、その心は。どうぞ。いや、牛タンの頭しかやらしてあげましょう。じゃあいいよ。ちょっと待って、むっちゃ難しいじゃないですか。やってよ。牛タンとかけまして、はい、焼酎と解く。お、焼酎、はい、その心はタンタカタン。おー、え。あ、焼酎ってお酒の。はい、ご飯食べてるんで静かにご飯食べてる。じゃあ割と上手でしたよね、今。じゃあ俺、はい、牛タンとかけまして。牛タンとかけまして、今のポロリと解けます。ポロリと解く。その心は淡々としてあります。あの、すいません、ご飯中でみんな静かにしてもらえませんか。はい、はい、第5回オキとガタクのマージャンロワイヤルリターンズ5回戦が始まります。はい、至って平凡なスタートとなりました、今回は。さあ、でも今回で折り返しとなります。選手の皆さんに意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずはポロリさん。はい、ちょっと上がりから遠ざかってるんで、上がりを取れるように頑張っていきたいと思います。リードは来てるんですけどね。ねえ、もう一つですね。今回はあのね、あのトーナメントリードは沖さんがいないところなんで、はい、ぜひ稼ぎでいきたいですね。頑張ります。上昇リードのポーズやってよ。そうだよ、それや。そうだよ。左やって。右じゃない。右です。右だよね。どっちだよ。どっちです。はい、よろしくお願いします。はい、そしてなんちゃに魚拓さんです。上昇理論。お。どうすかこれ。どうすか、どうすかこれ。かっこいいしょ。かっこいい、どうした。あ、かっこいいしょ。かっこいいじゃん。上昇理論ですよ。どうしたそれ。上昇理論ですよ。落ちちゃうんですよ、ここに。落ちてた。ここだけ。それもしかして。ちゃんとこれだけ。まさかなんか落ちたんですよ、これだけ。なんで、いいもの拾いましたね。あれは本当になんかこれ勝ちそうな気がします。なんかゴッドハンドで。もうこれ積もっちゃいますよ。積もっちゃいますよ。よろしくお願いします。はい。そしてシャーチがブンゴさん。はい、さあ、ブンゴさん前回 70.7 ポイントで、オキさんとね100ポイントちょっとまで迫りましたよ。はい、今バギメするときに、はい、シャーチャ引いたら勝てるかなと思ったらシャーチャ引けたんで。おっ、おいあ、特にオキプロもいないんで、この卓に。はい、あ、バカにしてんの今なんか。オキプロ、オキプロ。いや、違いますよ。ちょっとバカにしてますよね。違う、やっぱりプロじゃんしたるもの。はい、プロ、麻雀が本業じゃない方たちには負けるわけにはないですよね。おいおい、葵何言ってんだよ。下茶にいるぞ。なあ、ジャンバリの核弾頭が。おいおいおい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。そしてペーチャの富吉さん。そうですね、核弾頭と言っていただいたんですけど、はい、まあ、あのさらっとも言いますけど、袖切られました。あ、ごめんなさい、ちゃんと映ってなかったです。袖切られたと。かっこいいじゃないですか。ね、ポケットもなんかついでに。え、どうなってんの。ベロンってなってます。おーおーおー、エプロンみたいになってるんですね。あ、エプロン。今んち片腕切っとく。
今のうちにって時間かかるからそんなもんですか超適当荒々しいわもう。お、腕で入れて、腕入れて。ほら、なんかかっこいい、かっこいいじゃん。あ、なんかちょっとありっすよ。ありじゃん。ありじゃん。なんかありじゃん。なんかフロリアとか売ってますね、こういうの。売ってる。あ、うん。なんかいい感じっすね。どうなの？ショックなっちって。その前なんか疑って。申し訳ないです。これいる？うわあそこのポケットあんま使わないですからねあなんかかっこいいじゃんなんだよちょっと金太郎みたいなんかパンクロッカーでこんな格好ありますよねなんかねジーパンのところでねこうなんかなんかいいっすね、うん、いやなんかすんません俺寒いからなんかすんませんほんまにあいいっすねいいっすねほんまにやってるじゃん なんかいいっすねいやこれ優しさなんですよあの展望がこう溢れるほどここに溜まった時にボロボロってなった時にこれそれやった方がケアできるもんねそう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 でしょでしょそうなる、なることも起こりえますもんねなるんでしょなりますよなるんでしょなりますなりますあなたが今回1位じゃなかったら何でしたっけここでもう決めた方がいいじゃんもう決めたらって俺さもうあれさ、いきなり俺、なんか友達に言ってる感じで、俺さ、みたいな。じゃあ僕、パーカー着るって言うたのに、はい、なんかもうむっちゃ着られてるじゃないですか。早く始めてください。はい、はい。どうしましょうね、ほんま。じゃあよろしくお願いします。はい、というわけで実況席には奥さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、しかし全黒ですよ。全黒ですね、僕ね。珍しいっていうか初めてですね。もうこうなったら全部黒でいきましょうよ。行きたいっすね、一回ね。ただ4回もったいない気もしますね。それを今晩の天宝にちょっと残しておきたい。ネットマージャンにっていうね、はい、そんなハマってんですね。ちょっとありますけれども、ね、はい、というわけでちいちゃんのポロリさんのハイパーから見ていきたいと思います。悪くない。ドラがリャンソー。ポロリさんまあまあいつも悪くないハイパイをもらってるんですけど、途中のツモが本当にかわいそうなぐらい。そしてこちらは文具ガリをこうなんかお寿司屋さん置かはるじゃないですか。富吉さんにはとりあえずハイパイを並べてから切りましょうって言ったんですけどね。そう、それはもう全く僕もブリーさんに言ってるの同じことなんですよ。はい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 。リーハイする前に切っちゃうとあらん、もうあらーっていうのを切っちゃったりすることがあるんで、つながってるやつとか。そうなんですよね。そう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 。またちょっと流れが変わりましたね。変わりましたね。積もってくる範囲見えてるんですけどすいません、気をつけます。そう、見えてくる、見えるんで俺は見ないようにしてやってましたよ。逆にね、部屋の宣言を続けます。続けます。僕に聞いてるんですか。はい、だって山の手苦手じゃないですか。軽犯にしません。え、軽犯。いやいや、あの軽犯とか俺らはもう全く、軽犯って言ったら俺らは鳥の飯なんですよ。ああ、はいはいはい、軽犯なんですよ。ああ、いや軽犯電鉄のことですよ僕。だからそれは無理なんで、もうちょっとじゃあポピュラーなものにしましょうか。はい、いや何でもいいですよ。何がいいですかね。果物にします。はい、ああいいですね。はい、じゃあポロリさんからお願いします。切ると同時にいちご、りんご、マンゴー。マンゴー好きだな。多分あれですね、果物ですね。あ、果物しりとり、しりとり、メロンだけ。あ、何でもいいからやってるんだ。何でもいいんですね。止まらないように。さあ、ポロリさん、ここでマスカット。あ、果物シリーズ。果物ね、はい、食べ物じゃなくてブルーベリー。梨。さあ、20日そうなった。こうなると難しいですね。ペンチャン払いますか。バナナ。ただドラ含みなんでね。あ、そっか、ドラリアンソーか。さあ、これでトンを離すか。桃。
もう今果物の方で頭がいっぱいなんでしょうね。頭いっぱいですね。ああ、これで動ける形になりました。イチジク、はあ、自敗を切らない、ここですね、先切りの木村。さっきもレアンズを積もった瞬間一瞬積もぎろうとして、ああドラだっつってやめましたからね。パーピンなんでここに置いてんだろう。あれ思いつかメンツテを今度ハツが重なったんでハツ出たら泣くつもりなんじゃないですか。泣いてパーピン切ろうっていうことでしょうね。冷たいっすね本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、マジで。あれスイカ、残念。なんでスイカ野菜ですか。あ、そうや、ほんまや、はい、スイカって野菜の、スイカ野菜や、野菜ですよ。マジっすか、スイカ野菜ですよ。そんなシビアに行きます。一応多分そういうカテゴリーにはありますよ、売り系ですよね。分類って大事だからね。そら大事だから、そらそうなんすけど、うん、なんすか、負けた、負けたら何、何があるんですか。何、何してくれるんですか。こっちも切りますか。あ、モノマネでいいじゃん。モノマネ、得意なモノマネ、モノマネ切る方が良かったね。得意なモノマネ、ここで得意の沖光のモノマネが見れるんですか。もしくはすごい振り方しますよね。さあこれでチートイツのイーシャンテンになりました。わ、何切りましょう。キューピンはバニー、はい、どうも沖光。何言ってんのモノマネですか。もうやめません、こういうの。じゃあもうほんまに誰も得せえへんし。そういや今日あれですね、オープニングのあの時に、はい、はいどうも、はいどうもっつって最後どうするみたいなのはやってないですね。はいどうも、はいどうも、とんちゃなんちゃしゃーちゃくれちゃう。そうですね、みんながね、みんながやるっていうやつ、はい、キムさんがやってないですね。確かに、うん、まあ、次また6戦目から8戦目までは2人揃うんで、そうですよね。やっぱトンなんか、まあ、奥さんが攻めてちっちゃいを引かない限りはなかなか、そう、あーそうですね、ちっちゃなんちゃっていう並びにならない限りはなかなか、あとトメちゃんがペイちゃんになってくんなきゃダメなんですね。そうですね、これはこの場合はすげえ一方通行な感じするんですけど、びっくりしてるんですよ。なんかほう、なるほど、役なしのイーシャンテンです。すごい頭回らへんのっすよ。あのなんか八百屋こかつさん、うん、もう言うてはったんですけど、出てはった回で、うん、自分がこんなにも2個のことを同時にやれへんなんてって言ってはったんですよ。そこでドラを話したけどさ、まさに今それを痛感してますよね、僕。とめきちくんって会話を止めるプロですね。だからとめきちっていうんじゃないですか。なんかこう転がらない。見てんだ、そうはね、なるほど、何なんだろうあれ、不思議だ。あ、3色になった、マジか。さあ魚拓さんのあの先切りの数万が生きるのか。あ、見たらへんのですか、逆に。あ、見た、でも1回見ましたよ、うん、誰の回だったか。おっ、ここでドラを回した、はい、そうですね。チーをするとタンヤオドライチの天杯が入ります。チトロリさん、さらにこれを仕掛けた魚拓さん、誰親でしたっけ。ポロリさんが親ですね。観浪湾対三色確定のウッパッソウ、これウッパッソウがね、まあ、赤いからなかなか出ることはないと思うんですが、うん、これは3万を切ってるのでもう不利点になってしまいます。あ、しかしローマンで上がりました。おー、ローマン上がった。タンドライチ、タンヤオドライチ2900の上がり。いいよいいよ、キムさんのテンションの低さ。これご飯食べた直後の回なんで、はい、結構みんなお腹いっぱいになって、はい、こう満足というか眠気も出始める頃なんですよ。確かに、もう文子さんなんかもう撮影じゃないじゃんこの顔。ほらなんぼやーっとしてんじゃんこれ。なんかこれ楽しみにしていたお弁当食べて、食べて、はい、デザートも食べて満足して、満足の完全にね、完全にオフモード入ってますからね、これね。これでもやっぱキムさんは僕慣れてるというか、空気感がすげえわかるんで、はい、一緒にいるとこうやったらこうなるだろうなっていうのでいけるんですけど、はい、一人だとね、なかなかこう、あ、単独だとそうですね、喋りづらい。え、本一に向かったんですね、お高津のペイから仕掛けて、ペイ初、ウーピンがダブドラなんですよね。あら、
まあ、なんで、まあ、初じゃなくてもマンガンが作れそうという、このあと、魚拓さんの次に移りますね。魚拓さんはドラが1枚、これは1、2、3を意味する。さっき2巻言いましたよね。これですね。あ、すぐそこから行く。いちご。そうですね。まだやってんの、フルーツ。ですね。それ以外ネタがない。え、チピンキーの違うよね。え？リンゴ。お、味のあるローマンツ大喜利、まあ、はい、結構味ありますね、今のローマンツ大喜利は。一応旅行の伸びを大事にしつつ、うん、っていうところで。へえ、ヘッドレスにするんだ、キムさん。ブドウ。なるほどね。マスカット。まあ、同じようなこと言ってんだけど。さあ、ポロリさんはドラも1枚ある。ここもなんか、パパイヤ。あ、ドラを使い切れるように。イチジク。さあここで先切る。お、味があるよ、もしこれローピン切ったら。なんか3ピンツモにも対応しつつ、うん、対応しつつ、ウーピンでも4連携になって、キウ、うん、ああ、うん、ちょっとあんまり選ばないとこ行きましたね。一番選ばないとこ行きましたね。3ピン引いても微妙ですよね、みたいな。超微妙ですね。何やってんでしょうか、この人は。多分ローピン切るとなんか変化したときにしごろもあるみたいなね。なし。あ、はい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 。ウレブルツ。まあ、スーピンあたりがストレートなんでしょうけど。うん、そうっすよね。お、これで初バックの方に行きますかね。そうですね。はい。え、何？し。え？し。するするいいすしほかよ今えんわ言わないですよ、もう絶対。早く切るじゃん、ちょっと待って。早く切れよ。じゃあもう両方もほんまに血熱出そうなんですよ、ほんま。あれあれっす、バカだ。何だったんでしょう。みかんって言った。みかんって言った。さあこのハツがいつ出るかですけど、これで出ましたね。た、はい。これで、まあ、また回ってくるね。アボガド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 って。いやなんかフルーツだった。フルーツだった。フルーツだった。じゃあ一見野菜に見えてフルーツだったっていうので頭を覚えてるんです。調べて今。じゃあいいよ、はい、1回だけな。1回、はいはい。スーパーマーカーと言うんですか。バルサイトやないですか。それは 100% こっちは玉虫色だから。お前はもう完全に外れた。完全にアウトだったんですか。分かんないです。 50-50 こうドラゴンフルーツ。おこれまずいんすけど、何も思いっすかね。早く金髄液、2、やっぱり2つ、ね、ちょっと、はい、早くカウント意味なかった。早く3、2、1、早くって早く。アプリコット。アプリコットって何。今判定で。おっと、3色崩れた。え、スターフルーツ。あー、星型のね。何かじ怒った顔してんの。オレンジ。うわー、今いかれた。いかれた。目が迷路に入っています。すみました、あなたの番。しかももっと難しいようなパイを引いてきて。難しいですね。空気悪いな。キャンピン切るのか。ネーブルってありましたよね。ネーブルフルーツみたいな。ネーブルフルーツ。まあでもどうやってんじゃないんだからさ。シャキシャキやってるみたいなもんちゃうんすか、オレンジの。いや、中途半端にさ。あ、レモンやん。レモン言うてへん。嘘を残した。さあ、これでランピンか。切れた。きましたね。
さあ、魚拓さんが一瞬このリアピンに反応したが下が役がないんでダメですよ。ドリアン、ドリアン取られた。あれドリアンってフルーツなの？王様、王様、王様、ルーシャンが頼んだので言ってみろよお前。いいよしろ。すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした、先輩すいません、はい、セットじゃないんで別にセットマージャンやってんじゃないんでね。はい、じゃあやめましょう、これでね、はい、やめ、セーフ。ただリアンピン切ってんですよね。そしてリアンシャンテンに戻す、戻しましたね、面白いですね。さあ、分の加速金は今んとこありません。もうキムさんやる気ないですね。富吉くんから数ピン出ない限り、そうですね、まあ、ほぼほぼポロリからは出ないだろうし、ポロリさんのリーチがかかりそうですよね、そろそろ。あ、来た、うん、リーチだよね。これは文吾困ったか、このまま押すか、もう押すんじゃないですかね、文吾は、ね、はい。ただおやりなんですよね、うん、おやりなんで怪しげなパイ。ただこれで出るとかないよね、現物ですからね、スーピン、はい、ローワンもあれ、これ現物か、そうだ、ポロリの現物だ、そうなんですよ、これ全然出る可能性ありますよ、もう次発射台、いや、まあ、嘘がもう一回あって、はい、こういう時多分降りるんで、つおい、缶スーピンなんでね、はい、スーピンが現物だから間違えないで、ないっすね、これ今危ないですね、危ないですね、ああ、はい、来た、終わった。の、はい、ということで8000点です。あー、これは無理ですね、もう文豪さん来ますね、来ますね、覚悟しました。今のスーピンが出るってことでもう覚悟しました。あと2曲、親は、魚拓さんです。さあ、魚拓さん、ゴロチが見えてきました。そして、ブンゴのハイパイも整っている。いい、整っとる。そして、トメキシさん、トメキシも整ってる。チンツ行こうぜ。あ、もう無理やり、それはいい作戦かもしれないですね、うん、さあ、魚拓さんもグイグイ引き寄せてくるか。ドラの3ピンあたりを引くとかなり力が入る気配になります。あら、パチンコバスタル全く打たない。はい、パチンコとかパスタは全く打たない。打ったことないです。打ったことがない、はい、やったことがないし、入ったことがないです、ホールに。はい、あ、それは1回行った方がいいね。はい、今度行ってみます。教えてもらえばいいじゃん。お願いしますこっちだよ、こっち俺は財布にならないけど、こっちはなるからね、明確に。財布とかなくてちゃんと教えてくれるじゃん。そんな、今のホールで何が必要って言ったら財力じゃないですか。そんなことないよ。あ、そうなんですか。お金がないと生きていけないですよ。ちゃんと打たないですよ、彼女殴んだよマジですか、知らないの伝説。まあこれ半分本当ですからねマリンバトルって知らないよく覚えてますね、やつ、すげえ、初期の頃のやつですよね、あのパンクさせるやつですよね。あれで、あれで女と打ってて、自分の彼女が一万役取りこぼしたら、何言ってんだってガチでグーで、何言ってんだ一万役っすよ、一万役をこぼしたんですこれねえ、ポルさん若かったっすね。ですね、いくつの時ですか。今から10年前ぐらいですね。20歳ぐらいの時っすね、うん、17年ぐらい前ですか。ああ、そっか、違うか。あ、さあ、どんな手が良くなった。だってその頃はあれだよ、あの雷様みたいなさ、あのトラ柄のパンツ履いてアイスマンって呼ばれて渋谷で恐れられてたんだよ。そんな、その頃は全然。ちょっと時期ずれてます。ギターさん悪かったんですか。全然悪くない、マジ、うん、チーマーだったね。でも笑い方がそんな感じですよね、うん、悪い、なんかヤンキーの笑い方。ヤンキーの笑い方って弱くない。ヤンキーの笑い方とかありますなんか昔悪かったのかなって想像させる。
あいつの方がよっぽど悪いよ。いや僕は悪かった時期ないっすね。まだ切ってない。すみません、もうやってもうた。すみません、すみません、申し訳ないです。すみません。いい、気になるんですよね。すみません、次の。ごめんなさい、申し訳ないです。全然。小さん、はい、ツモハイが見えがちっすよ、多分。あ、ほんまですか。すみません、申し訳ないです。あ、今見えてないです、全然。大丈夫ですか。はい。絶妙な声が見えた。え、今ので見えるんですか。今のはだってくるって見せたじゃないですか。そんなつもり方する人いないよ。何見えました。何なんだこいつ、面白い。あ、ポロリも宣戦布告だぞこれ。あ、ポンツはポン点取りましたね。初ドライチイスマの先輩を入れてきました。このイスマンはあの留吉さんが抱えてるんですよね、うん、4枚、うん、4枚 OK、 おー、 OK、 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 おこれで、まあ、いわゆるテンパイは逃した形になるんですけど、逃しましたね、両面テンパイね。これ、地位ついこうとしてんのかな、本当に。その可能性は結構ありますね、はい、すげえな。このゲストとこういうシチュエーションなわけでしょ。自分一人プロで一般の人が3人。はい、そうです。じゃあもう慣れてるんでしょ、これあしらい方は。あしらい方っていう言い方で、こう 手にあるわけでしょ。いないですよそんな人。本当いないです。誰とは言わないけど、ホルスさあ、リーチ現金ドライバーとは言わない。留吉さんが2枚捨てて1枚手持ち以外は手の中にないということは、パーソーが2枚、ウーソーが2枚、4枚来てますね。4枚来て、これバチン食うぞ。来ますね。即ズモなら跳ねマン確定。宅破壊を。ああ、そして想像を外していった。ここでポロリがスッと上がったりして。まあ、魚宅さんも今日の感じだとそんな雰囲気ありますよね。うん、ありますよね。勝負手をことごとくかわされている今回のシリーズ。さあ、どうだ。マンズだ。伸びていく伸びていく伸びていく。でも戦い方は慣れてるわけでしょ。そうですね。こうなると想図か。想図ですね。嘘だとアウト。発射台か。降りた。やめた。やめました。留吉さんは、まあ、テンパってないとやっぱ降りる感じがありますね、はいはいはい、リーチに対しては。なるほど。さあ文豪がタンヤオに変化。変化お、戻した一応イーシャンテに戻りましたよ。あ、もう現物なんですね、はい、うん、トラそばの数ピンです。これポロリ押せんのかな。魚宅さんのリーチにはピンズが1枚も切れていないんですよね、うん、あ、やめました。やめますね。3万も、まあ、筋で通りやすそうということでローリングしていきます。これまだ4枚残ってます。4枚ですね。脇に流れてないですからね。積もるじゃん。じゃあいいよ、積もってきますよ。次あたりの積もで卓が割れるか捨て牌がおかしいな、こんなん積もるだろうキムさん普通。うん、どうした今日、そのあの腕のあれがダメなんじゃないのゴッドハンドがちょっとフェイク入れていやーらー、これで魚宅さんのツモはあと1回、あと1回ありますよね。はい、積もって裏なら6000。ああ、ここに来た。 あと3枚、これは出ない。ん、あ、そっか、イスマンも間違いを変えてます、うん、てかテンパ崩してます。これでただスイスピンはちょっと切れないです。バチ、うわあ、入局になりました。きちいな、ワンパイに3枚っていうことですね。かあ、さあチャンスで見守らずというところで一人テンパイ。あれダマってことはないですかね。ごっぱなんで微妙ですよね。上がりレンちゃんに突きっていうので、はあ、積もって2、6オールなら、まあ、ポイント的にも、まあまあまあなんとかギリいけるかみたいな、うん、あ、ごめんな
まあでもキムさんはそういうことしないかんな。もう6000オール狙いに行くよな。ありがとうございます。すみません。でまあ文吾はともかく仕掛けてるコロリさんとか、うん、富木さんもね、もしかしたら来てくれるかもしれないっていう期待もちょっとあったんでしょうね。さあトン3曲1本馬、ドラがどうなんですかね。文吾の手配がいい。お、とめきしミニ三元、ミニミニ三元。さあここから仕掛けていけるか。やかよわりと泣きますよね。はい、ただリアンメンチーとかカンチャンチーとかあんましないです ね、 そうですね。本から入りますねやっぱりね。実際はサンマが多いんですよっていう風にね言ってましたけど、そういう言い訳をねしてる。まあでも分かるな、うん、チーとかできなかったもんな最初。沖さんも割と昔サンマをね、もうサンマ20年やってました、ね、サンマしかやってない。お、リュウハナイター。さあこの後チューンを重ねれば一気に楽しみな、はい、まずハクが先に出てほしいな、チューン切られるより。そうですね、そうですね。エジソン、え、イジン行こうか。イジンの方がでも餃子出てきそうですよね。フルーツよりイジンの方が偉い人か、偉い人ですね。歴史上の日本人でもいいですよ、世界のイジンです。坂本さん、坂本さん相当記録ないよ。坂本さん、坂本さんありますよね。いやいいですよ、坂本さんですよ、坂本さんですよ。来たな、いいんだ。さあまずはマンズを払っていきたい。両面は大事に取って、あ、バカバカですよね。普通なんでいいよもうす。まあまあそれでもいや、まあまあむしろ間違えないかもしれないですね。そうですね。しかもこの偉人話に花が咲いてるときは、その次の白もスッと出てくる。すげえ不思議なんだけど、ナポレオン、アポ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 ンが出ましたよ。ワンスアポンなタイムが出ました。口癖も。スマイコ、スマイコ。あって言うてまいません。もういいよ別に。言わない。言わないですか。なんだったらもう決意のパーピンでも。行きましたね。さあ中央山に2枚です。さあこれ。リターンズになってから役満って1回も出てないですよね。出てないですね。むちゃむちゃ、はいはい、もにもにやるじゃん。えっ、ちんちんちんジンギスハン、ジンギスハン、一人かジンギスハン、むちゃ厳しいですね。リトバルスキー、ちょっと待って、それイジン、イジンじゃないよ、イジンだよ、イジン総選挙、 J リーグ総選挙を支えたイジンですよ。早く出してよね、わかりますよ、イジンですよね、ですよね、間違いないですよね、間違いないですよね。はい、はい、間違いないです。はい、はい、西郷さん、名字いいんすか。いや、まあ、近所の連れみたいに言うてはるけど、まあまあ、いいんすか。じゃあだって下の名前わかんないじゃないですか。高森でしょ。いいじゃないですか。いいじゃないですか、別に。それよりサクサク進めることの方が大事じゃないですか。です、早く早く早く押せよ、押せよ。いらないんですよ。あ、俺言わんとあかんのか、怖いな、びっくりした。はい、ひみこ、歴史上の人物ですね。もう偉人じゃないよね、偉人じゃないよ、ジーコ、ジーコ、サッカー選手がアリになったじゃないですか。リネカ、リネカ、サッカー選手だ、リネカ、リネカ、わかる、ウゲルソン、わかるでしょ、リネカ、エスカ、ランパス、いいじゃん、グランパスか、ラモス、いつもサッカー選手なんですか。どっちですか。いや偉人です、偉人ですよね。僕も真面目に行きますよ。真面目にチューン積もってきてください。そうやな。ねえてめえ、偉人下の上で転がすゲームじゃねえんだよ。下や切れよ。板垣大輔、はい、はい、おお、板垣さん、まあ、ギリギリだね。偉人かどうか。キュリー夫人とか出ないの。聖徳太子、うん、そうそうそう、そういうのでいいよ。ライト兄弟、うん、いいよいいよいいよ。こういう風にやれって言われて出てこない。武田さん、武田さん、信玄ですか。サッカーのいるよね。そこは偉人の恥じゃないのかな。しかも今ので完全に俺信玄だと思ってたんですけど、サッカーの武田さんね。いや違う、あのサッカーの J リーグの武田さん、あ、
なんて名前出てこないの。徳川家康。もう積もっちゃったよ。徳川家康。徳川家康。ね、これね、リズムが大事なんで、パッパッパッパ行きましょう。はい、そう。これ、パッパ行かへんやろですか。奈良崎誠二。ああ、なんか落ちた。奈良崎？明智さん。明智。ほら。ああ、明智光秀ね。まあ僕は、早く切れよ、スーワン。なんでスーワン気になるんでしょうね。なんかあるんすか。いや、あ、ドラそば違いますよね。いや、単にあの草薙さんいましたっけ、手が進むまで切らないっていう感じじゃないですかね。さあ、両冠の形に取った魚沢さん、そして文はイーシャンテンの形が白くなった。そうですね、あ、いいですね。これ始まる音楽シリーズが C1 ドラそばです。ワシントン。ワシントン。チューンまだ山々ですね。山々なんですよ。誰か言わなかったでしょ。俺言ったよね。ジョージワシントン言ったよね。言った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 言いましたよ。ジョージワシントン俺言ってます。言った言った。マジですか。ちょっと伏せて。どうしたんですか。もうどうしたんですか。負けは負けは負けじゃないですか。負けは負けじゃないですか。ちょっと不安定感にぐらいつけてきますよね。負けは負けじゃないですか。もう今得意なものがそういうふうに得意なものはい、そう得意なものがない。まあ、じゃあ、まあ、まずは小手調べでね、ほんなら。ほんなら、アントニオ猪木さん。おお、お願いしました。カメラロープ。おうって感じですね。キムさん、切ったんでね。はい、切りました。裏目か。さあ、チューンは大丈夫。これ、チーテン取ってないとこないですよね。え、あ、そうやか。あれ、ないですよね。チーテン取ってないですよ。もういいよ。あ、ほんとだ。チーソー取ってないじゃん。そーっと見てきはって2巡前。あ、これで1点敗。テンパった。チーワンはちょっと薄いか。腰が痛まってきたな。これでね、これでチューン引いてから地層で上がったら、文吾がチューン引いてきたってこととしたら、あのチーしとけば積もってる。あ、積もってるってことですよね。文吾の上がり、やわらいい抵抗。2000は2300です。来たぞ、文吾の親のベンちゃんね。はい、はい、これは僕は取っちゃうな、チーテン。さすがにね、チューン積もればもう役ですからね。いやー、多分チーっていうのを知らないんじゃないですかね。多分あのできない、うん、できないんですよね。知ってできないですね、はい、なかなか。いわゆる紛れを紛れですね。完全な紛れですね。今チューン持ってたんですか。え多分大三元知らないんじゃない。いや、僕今大三元チューン持ってた。何枚もさ、チューン2枚です。チューン持ってた割に冷静だったね。俺チューン持ってたらもっとすげえテンションになるだろうから、絶対持ってねえと思ってた。抑えるの必須でしたよ。あ、やっぱ抑えてたんですか。抑えてましたよ。その辺は分かってたんですね。その辺はね、やっぱり何にも分かってないよ。ねえ、本当に。ああ、今日はもう負けかな。ここで、いや、前から、だいぶ前から濃厚ですけど。あ、これいけへんよじゃやっぱ流れ的にあかんには思うんですよ。張ってたんですか。え、張ってたの意味がわからないです。テンパイしてたの。テンパイはしてないですね、まだ。もう一息っていう。だいぶ深いところでしたけど、準備的にはもう一息っていうところやったんですよ。ほんまに、だからむちゃくちゃ悔しい僕は。すいません。いや、チャンスはまあでもそういうもんですよね、麻雀って。なんか分かってきました。遅いね。分かってないよ、とめちゃん、まだ。いや、これはもう文吾プロがゴリゴリいくな。そうですね、完全にあがりれんちゃんのトンプー戦の打ち方をもうマスターしましたね、はい、文吾さんは。はい、さすがです。ポロリは綺麗な手を作るだろうな。 1,2,3,3 色キムさんに頑張ってほしいんだが。さあ、若干脅しかしも そうですね、兼ねて
親にチュンとしゃ泣かれたらちっとな。魚拓さんが上地だから余計なんか遅くなりますよね。うん、そうですね、そうですね、確かに。まあ文語としては流局しても、うん、トップ目で問題ないですもんね。無傷でかわせるんでね。うん、うわお、1万8000コースあるぞ。さあでも留吉さんは一度イシャンテン。イシャンテン、ギリギリイシャンテン。あ、今これででもくっつきになったから、ハツをもう切りましょうよ。ね、ああ。これで麻雀知ってるって言うんですよ。すごくないですか。確かに趣深いんですけど、流派止めて、はいはい、最終形流派短期みたいな、かっこいいですけどね。うわー、だんだん良くなっていく。魚拓さんが、あ、ポロリさんが純ちゃん三色系の形が、そうなんですよ ね、できてきつつあるんで。そうなんですよ、そうなんですよ。お、今のうちって言ってトーンが出ちゃう可能性結構あるんですよね、うん、あります。あ、出ましたね。来たね、早い早い。で三役本一、ドラはないですが1万8000円じゃん。これ上がったらもうあの僕と並ぶんじゃないですか。そうですね。あ、テンパった。延べたんのテンパイ。でも6級ピンって分かんないんじゃないかな、延べたんっていうことが。どうでしょう今のやり方からすると。後ろから笑い声が聞こえる。短期に取りましたね。ほらね、そしてリーチですよね。おお、あれ先点がないです。どうなるか。これ決めたらすごい。これ決めたらすごいですね。はい、スーピンはなんと、まあ、出てない、ね、丸山ワクチンでございます。山さん。パーワンが、パーワンは手に1枚。いや、出てないですね。山さん、はい、3枚対3枚だ。これ普通文吾さん勝つよな。そうですね。なんとなく、はい、なんとなくですけど、はい、8割ぐらい文吾さん勝つんだけどな。手が高い方が勝つ理論ですよ、ね。うん、大抵勝つと思うんですけど。さあどうだ、3枚対3枚。これウーマン引いてから甘露丸に刺さるとかね、トイトイになってから刺さるとか結構、はいはいはい。怖え。まださあどうだ、魚拓さんも形は良くなってはいるが、もう全押しっすよね。そうですね。危ねえ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 。しかしスーピン、パーワン一切こず。ちょっと手配的にも後押しするような状況になってないですもんね。さあどっちが早いか。さあどうだ。いやー、いったいった。これはこれはポロリさんもでもちょっと困ってるんですかね。もうベタ売ってますよね。ベタ売り、もうベタ売りっすね。たくさんは手が進むが、まだ来ないか。スーピンパワー深い。あれ、ここまで奥深くに固まってるんでしょうね。固まってんでしょうね。これ決着はつきそうっすけどね。さすがに、あ、あ、まずはパワーが1個なくなった、はい、さあ、いいそう。繋がってない。さあどうだ。うおー、筋ドラ、ドラか。うー、ドラ合わせる。さあどうなる。これスーピン勝つ。いや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 、スーピンになりますけど。あ、これ両面、両面。さあ来た。高くなってからウーマンまた掴むみたいな。ウーマン今ねセーフでしたからね。そうなんですよ、うん、で魚拓さんがウーマンまだ持ってるんですよね、うんうん。まあ、キムさん切んないでしょもうと思うんですけどね。うん、ごめん。スーピン山さんだぞ。え、そうです。さあどうだ、さあどうだ。いやー、まだ生きてるいないねこれ。そう、あれ、あー、掴んだ。文豪が掴んだ、掴んだ。あ、ロン勝った。奇跡。
この配信を見て文吾プロ何思う？リーチのピンフですかね。苦笑い。苦笑い。リーチピンフ？中国です。中国ですね。あれがピンフなのだ中国です。あ、裏ドラ。裏一。浦市証券いいんすよ、あの人は今は1万8000をそうですね1万8000をね奇跡的に回避奇跡でかあれ6級便にして6級便まず積もってないですし文豪が掴んでもないんで掴んでもないですよね6級便自体が薄かったんですよね奇跡だなすごい上がりが出ましたスチピンあるかなと思ったまあスーピン短期とは誰も思わないですね。なんかダメージがでかい。でかいよね今のは、うん、すごいでかいと思う。これは短期。流れ変わりましたよ。ね、変わった変わった。はい1、2、3の3。はい。かよーオーラスです。ダメージがラスオヤはとめきちさんで4000オールだとまだちょっと足らないんですよね。足らない。そんな離れてるんですね。ルンゴから、12000ですか直はい単独以上だと変わりますまあ直は考えないであれっすねそうですねもうガンガン何でもいいから上がっていこうとただ徘徊は悪くない、ね、悪くなさそうですね、はい、悪くないですねイーソーからイーソー来ちゃいましたねあの多分早く切らなきゃ的なプレッシャーがリーパイ完了前にちょっと今日そうですねかけちゃいましたが、これが傷にならなければ良いのですが。ブンゴプロ、リャンシャンテン。はい。すぐまとまりそう。ドラは3ワンですね。1、2、3の3色めっちゃ見えてましたね。イースを切ってなかった。そうなんですね。まあでも、愚形なんで。他が伸びていけばいいんですが。うん、いけばいいなと。ああ分ジュンちゃん狙う狙わないウーソーぐらい切りますああそっかヤンソーからかゴロチの方向もあるんでああというところもありますよねさあポロリさんは6チッパーなんかポロリさんもねなかなかポロリはやっぱ硬いというかあれっすね無理な牌はもう一切打たないですねそうですね、うん脇役に徹してるみたいな感じしましたけどね自分のある程度理想形を目指していて、うん、目指してダメならもう先手取られたら素直に降りるっていうパターンが多いですねパターン多いですね、はい、さあウーワンを引きましょうここで9ピンか5、6、7が色濃く見えてまいりましたそうですねあとはマンズの一通なども変化が効くほいキムさんバチコン行こうぜそろそろ、6000オールチャンスのウッパーピンあウッパーピンだっけなあれなんだっけウッパーソーだっけウッパーソーでしたねウッパーソーが引けなかったのがねあれは痛かったなガチャガチャうるせえな点数が合わないんですかね合計が表示とこれこの曲で終わるんじゃないですかなんか普通にそうですね魚拓さんとしてはまあ文豪のトップはまくりたいが、うん、その材料がなかなか早く揃わない以上はですね2着キープとお6しちゃう正面ステハイだけはね、 ねスーピン短期のところがステハイだけ綺麗にしときたいんですよあ本当せめてねだよね形が良くなってきた。できれば B 社かけたくない状況ですよね。そうですね。ポン。お。二枚目の発をこれでポンして終わらせに。はい。行きましょう。今日たくさんインシャンテン。これで文豪は両面両面。インシャンテン。ただ役ないですね。はい。これは残すでしょう。さああとメキチさんはここでローソー行くか。ランワン。ランワン。うん、ここ難しいがスーピン、スーピン普通に普通ならスーピンのような両層両層もまあなくはないですね、なくはないですね9層、9層も切ってるんでね両層、はいはいまあ、切っても不思議じゃないですよね、はいはいはい、
とめきさんはこの手格好だと上がりまではちょっと厳しいが、ちょっと厳しいかな。チートイッツでススッとね2巡ぐらいでまとまっていかないと厳しそうですよね。さあ文豪はどっちの色を残すか。さあタッチ選択。ほーん、スースーが今遊びいっぱいにはなってますが、はい、あ、さあまずは一歩前進。飛車ってどうするね。単野行きます。単野を知ってるかわかんないけど、単野をチートイツ、リーチかけたらでかいよ。誰しね、もう、あ、これで貫禄ピン転敗。貫禄ピン転敗、ローピンは今のところ山にはないですけど、さあこれでウッパーピンの転配が入りました。手堅くいくなら取ってやみてんですが、リーチオープンあるんじゃないですか。オープンします。そうですよね、もう素点を叩きに行くってことで。なるほど、ただこれ反撃もあるので危険といえば危険です、うん、ただ実際どうでしょう。打ち取れる可能性があるのはメキシさんもパーピン打てない分、ね、打てないですね。あ、そっか、ここがこうなってんのか。ポロリが、ウーピンが手に1枚、捨て牌にはダメか、ない、捨て牌にはない。そうですね。ん、ってことは3枚生きてる。4枚ですか。パーピン1枚のユーピンが3枚。なるほど、これは積もるな。さすがに上がりそうですね。はい、おめでとうございます。ただ出上がりは絶対できない、できないというかまあないんで、積も筋なければ。おっと、タンヤオのみでいけるよ。パーピンだけは切っちゃダメですよ。文豪さん完全に狙ってますね。それ込みのオープンですかね、うん、いやあると思いますよ、うっかり。あ、ローピンがこれでたくさん流れとなりました。 あ、そっか、貫ローピンですね。2000点は、3000点が上がりで普通の結果でした。はい、文豪さん、はい、もうあの上がりレンちゃんのトンプー戦の打ち方完全に極めましたね。いやいやいや、親の時のね、コツコツいっときゃなんとかなるべきっていう。いやいや、そんなことないです。いや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 、素晴らしい言い方です。ありがとうございます。さすがでございます。最後もあれですか、パーピンがポロッと出てくるのちょっと待っての。いや違います、最後はもうギョタクさんからテンパイオーラ出てたんで、あの打てないじゃないですか、もしウッパーピンを引いたら。そこが自分がいらないところだったら打てなくなって降りることになるんで、はい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 、で積もって万願素点分プラスするとか そんな感じですよね、はい、あと自分がまあドラドラあったんで、はいはいはい、素点上げと周りが来れないようにあえてトップ目からリーボを出して見せようと思って。なるほど。さすがっすね、完璧でございました。これでまた、沖さんとの点差が縮まって、はい、縮まりました。後半戦突入ということで、はい、おめでとうございます。そして、2位の魚拓さん、お客さんでしたね、浦さんに。いやー、魚拓さんのあのウッパスオリーチがね結構いたんですけどね、3枚残ってたんですよ、うん、あー本当に、うん、あれはもうバチコーンって絶対来るぜ来るぜっつったら山ワンパイ。マジか、なんかゴッドハンド良くなかったんじゃないか。これっすか。それ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 よね。それなんですよ。やめてください。やめてください。まあ望みは捨てずに、そうですね、はい、はい、頑張りたいと思います、はい、頑張ってください。そして3着ポロリさん、はい、今回ちょっときつかったですね。またいいところがないです。はい、泣けないし、もうどうしようかなと思って、まあまあ展開が向くのを待ちたいと。展開がなかなかもう悪いっすよね。なんか攻めて泣いて動かせればいいんですけど、全然泣けるところもないですね。はい、困っちゃいました。難しかったですね。はい、まあ後半戦巻き返しを頑張ります。はい、そして4着とめきちさん、はい、第3ゲン、あれ、チー点取らないんですね、第3ゲンの。チーソーチーソーチーすればチーソーチーすればチュンとローピンのシャンポンなんですけど、はい、チーっていうのが多分分かってないというか苦手というか。チーは、え、あの文吾さんが切った坊主の7を5、6でチーす、5、6でチーすれば、で数万を切れば
すいません、富士記憶にないみたいです。ないです、ね、申し訳ありません。はい、はい、いいんですよ。スーピン短期がもう素晴らしかったっすね。あれはもう完璧な手順でしたね。はい、1万8000をかわしたんで、うん、もう素晴らしかったっすよ。ありがとうございます。まあ、結果何の役にも立ってないんですが。まあでもそれでもね、まあまあ、ちょっとだいぶ厳しい。でもそれで麻雀が分かってきたとかなんかおっしゃられてたんで、はい、僕は完全に切れましたけどね。はい。というわけでお疲れ様でございました。お疲れ様です。はい、第5回戦は文吾さんトップで終了です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そんな大したもの持ってるんですか。でしょ。でしょ。試してみる。決めてほしいですね、ここまで来たら。そうです ねちょっとガツンと一発。キムさんいつも恒例の質問をしてたのに、うん、今回してないんですよね、多分。あんま興味ねえっつうか。なことはないよね。なことはねえよ。綺麗な。なことはねえよ。